で食事とか、はい、自分で、あ、シャムロックやった、 それはあの全部聞きました。あ、なるほど。ケンはどうやるの、エレクさんが聞くそうですけど、やるときにグリップリーナ、あ、この人何人だと思いました。いや、この名前あるのかと思った。大仁田敦史という人に対して、まあ、船木さんはあの1年とか一緒に、ね、やってはりましたよね。前田さんは どんな感じなんですか、大仁田さん。今ですか、当時ですか。あの当時はどうでした。当時やったら、もしあれ、いや、面白かったです。はい、うん、そうですね。またあの機会があれば、鈴木でも。だいぶ前さんもイベントの人になってきたんで。はい、YouTube ご覧の皆様、本日のですね、船木さんと前田さんのスペシャルなトークショーの司会を担当させていただきます、私松竹芸能シンデレラエクスプレス渡辺博重でございます。今日はですね、もう本当に昭和のプロレスからずっと追いかけてる自分からしたら、もう夢のようなところに、司会という形でね立ち会わせていただけるのは本当にこれはもう、感無量でございます。で、船木さんは格闘家人生35周年ということなんですけど、私はね、漫才師になって32年で、しかも同じ今ね、船木さんも松竹芸能所属ということで、松竹芸能社歴で言いますと私32年、船木さん2年3年目ぐらいということで、一応周りにはお兄さんというふうにね言われてます。でもね、今日本当にね、この演芸場でそういうことが実現というのがね、本当これはね夢のようでございます。私も今日司会やりながら、最後まで楽しませていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。だから AI のようにボソッと恐ろしく出て、ジャブリがいきなりで、なんかこれなんか裏のなんか別の意味とか裏の意味があるのかなと一瞬考えるんだけど、考えれば考えるほど迷路にはまってくるんだよ。フラグとデビューしようってあったっけ、あんまりないよね。ないよね。いや、普段の生活でもうドキッとさせないんで、いや、どういう意味で言ったんだろう、ね、インターの坂登らなくなるんだよ、東京じゃないと。あ、雪ですね。そうそうそう。で、東京って2、3人で70キロじゃん。結構はどうだろう。エレクさんが低そうとやられるときに。改めまして、船木正和選手のご覧のどうぞ。よろしくお願いします。ほら、やっぱ熱いね、気持ちがあって、今日まさかここのこの場所で、ね、お二人が、前田さんと。初めてですよ。東京ぶっ飛ばして大阪です。こんにちは、ケンゴです。前田さんは同じ団体で下にいたという時期がないないですね、はい。どういった接点で今こうマネージメントで出されてるんですか。そうですね、まあ気づいたら前田さんのマネージャーをやることになりまして、そうですね。そしたらまあ結構船木さんと前田さんの仕事があったりとかで、ここ最近また船木さんとお会いする機会が増えたりしてきましたね。そして今、普通に仕事してて、その仕事がいろいろこう権利関係とか、そのいろんな商品化の権利関係の窓口をやってる会社さんで、そこでまあ WWE のその商品化のライセンスだったりとか、まあ、プロレスラーの肖像権扱ったりとか、そういったちょっと業界に関わるような仕事を、まあ、ここもう10年ぐらいやってますね。で、そのと別でなぜか前田明のマネージャーだっていう、これからも前田明の横でちょろちょろしてるかもしれないんで、よろしくお願いします。一番最初前田さんに見たの、収納家なんかでグリップキックリーナ、はい、この人何人だと思いました。いや、この名前あるのかと思った。 でも新日本プロレスから行ったって書いてるんで、はい、と思って、はい、ブルースリーの格好してるんです、はいはい、そう、死亡遊戯の大地なんですね、はい、この人何なんだろうと思って、それが一番最初です。でそしたらちょっとしたら、はい、
前田明の凱旋帰国、凱旋、あの人がフリードキックリーダーとなって帰ってきたらちゃんと前田明って名前があったんで、何なんだろう、フリードキックリーダー冗談みたいな。サミー・リーンさんの弟、弟という弟で、弟で、はい、俺たち、あのサヤさんと俺の兄弟は、はい、実はブルース・リーの一族だった全世界にジークンドーを広めるために、はい、こうブルースラッチをあっちこっちに転生してんだ、はい、強敵を求めて、はい、そういう目的があってやってるという、まあ、凱旋帰国の時からもずっとですか、いろいろありましたね。やっぱり一回猪木さんにビンタされたじゃないですか。あるあるある。あれは何？あるある。なんか途中で俺がね、ビンタされたんだよ。はい。戦った後にちょっとムカついてましたね。前さんビンタつくと必ず唾出すんですよ。はあ。必ず出しますね。出しちゃうんだよ。俺はみんなで猪木さん潰したらいいと思う。で、こうジョッキーね、こんなジョッキーですよ。はい。ボール入れて、はい。少女で、まんまで。はい。で、みんな、猪木さん潰そうで。で、こう二十何人これ入れて。はい。で、猪木さん、うん、お疲れ様でした。乾杯やりましょう。はい。って言ったら、猪木さんが一枚目なんですよ。猪木さんね、はい、おい、お前ら、うん、もうそんな乾杯でもな、誰が一番最初にこれ一気で飲み干すか、誰が一番早いか、勝負しようか。ほう。で、一番のやつが一抜け、二抜け、三抜け、三抜け。はぁ。やろうって。やったらね、じゃあすごいじゃないですか。あの人ね、こうやってやった瞬間に、ね、喉をクッと開ける技を持ってるんですよ。そこね、ドボドボドボと開いてるんですよ。もうペリカンみたいですね。そうです。こんなジョッキでもね、1秒で飲みましたよ。そうです。もう喉を自分で飲みました。入るんです。はい。飲むじゃん。あの食堂で言って喉を開けちゃうんですよ。もう流し込む感じですか。そういう技を持ってるんですよ。でそういう技持って知らんから、はい、びっくりした。で猪木さん、じゃあ俺一番だから一抜けなーって言って、どうすか、おもんねえなーと思ってさ、でパッとサービスさん、サービスエンジンサービスエンジン目潰そう でみんなに並んで、いやまたな一抜けとか言ってあれだな、みんなに並ぼうで、サービスさんお疲れ様です、はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様だったら、サービスさんって本当はね酒めちゃくちゃ強いんですよ。話はその強いサービスさんで、ね、酔っ払ったんです。酔っ払ってね、はい、こうやって仰向けに言われ、前田、切れるもんだよね、蹴ってみろ。切れるもんだよね、蹴ってみ。それは講師なんですか。すごい関係で。その後あの巡業終わってですね、はい、帰ったら今度高田さんに飲みに行こうって誘われたんですよ。はいはい、ここに、はい、来て、って言ったら、はい、前田さんも言ったんですよ、覚えてます。あのスタッフね、で3人自分とエル侍と、はい、飯塚ですね、はい、3人行って、はい、3人でウイスキー15分で3本あれだから当時だからもうみんなねジョッキでね氷入れて、はい、でいっぱいついて駆けつけ3杯ねとか言って、はい乾杯乾杯でやる。で最初の4人でジョッキ1機で1本なくなるんですよ。そんな感じですか。ストレートです。でもだから3本なくなるのも多分3分かかないんですよ。ずーっといく感じですか。15分、3分。でね、レスラーね、はい、酒強いとか分かれてるんで強くないんですよ。強くないんですか。強くないんですよ、うん、あのね、酔っ払うんですよ、はい、酔っ払うけどね、はい、体力あるから永遠に潰れないんですよだから立ち悪いんですよ。酔うけど潰れない。潰れない。もうどんなやっても潰れない。前田さんは強い弱いで言うたら、いや自分はないですよ、うん、酔うんですけど潰れない。けど潰れない。そうやって飲みながらなんかこの選手はこういう人間性やとかちょっと見てる部分あるんですかね。前田さん全然ない。全くなくて純粋なのは酔っ払うのが楽しくて、はい、飲んでるだけなんで。はあ。別になんかその飲み会を通してなんかこういう親睦を深めようとか、うん、何も考えてない。あの時はまあ実は猪木さんと新馬さんに言われてきたんだけど、はい、なんかこう大仁田敦という人に対して、まあ、船木さんはあの1年とか一緒に、ね、やってはりましたよね。前田さんは どんな感じなんですか。大仁田さん今ですか。当時ですか。あの当時はどうでした。当時やったらもしあれ人たちが飛び切れなくて入ってきて、はい、でリーグとか上がってきたら、はい、反応してしまった
はあ、間違えたの 3000% 間違えたんです、半殺しちゃう。で、プロレスじゃなくて格闘技、パンクラスを選んだっていうのは理由は何やったんですか？それはほぼスカウトですよ。スカウト、はい、はあ、もうそれで連れてきたこの体じゃないですか、はい、もう絶対スターだなと思いました。あ、もう1から10までもうデビュー戦をバズるってんですよ。バズるってんですからね。一発当たったら絶対倒れると思ったんですよ。でそれでデビュー戦勝ったらすごいじゃないですか。はい、爆死です。あそこ当てるということは、はい、爆死で、ちょっと実際ちょっとぐらついたんですよ、はい、わっくるくるかと思ったんですけども、はい、そこからもうスイッチ入っちゃって、はい、ボコボコにされてましたね。ちょっと半割れにやばいと思ったんですよ、はい、やばいと思ったんですよ。ブラッと来てるんですよ。前田さん的には健吾さんの現役時代っていうのは何かイメージあるんですか？いや、もうバーズ入門して、はい、で審判乗ったじゃないですか、はい、でもうラグビーのなんか大学部下の仲間がキャプテンで、すごい投げたな。でこの顔でしょ、でこのタッパーでしょ、はい、でなんかこれあもう今のこうなんていうんですかね、一人だけのなんかこうちょっと入れるみたいな、ちょっとかっこいいの入れてありました。いや、ラグビー大学の運動部って厳しいのに、はい、ラグビー、そのラグビーでタトゥーが入ってて外ポンチャーってやつがあって、はい、でそれもね、それも羨ましかったんですよ、うん、いやもうそんなもう根性もあって顔もよくて、はい、タッパーもあったら、はい、もうほんとラグビーじゃなくてもうスター高生じゃん。ああ、いや羨ましいなと思って、で速攻で俺もね、あっちこっち大学のラグビー関係なんかバタラと思って行ったんです。探したんですよ。もう剣を取られたんだったからみんなもう完全防備じゃない。もう一歩も近づけられた。本来持っていかれたくないんですよね。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよね、うん、持っていかれたないけど、いや、俺は行くねんってなもんですか。そうですね、うん、はい、いっぱい止められたでしょ、いろんな人。そうですね、いろいろその、まあ、今でいうトップリーグの企業さんだったりとかも誘われたりとか、はい、まあ、結構接待を受けたりとかして、はい、接待はあってしたんですけど、まあ、最終的に自分の大学の監督さんに自分はそのファンクラスっていう格闘技団体に行きますので、はい、じゃあまあその監督さんがまあ自分の恩師みたいなので、まあ、やりたいならやるだけやって、うん、ダメだったらそっち考えろっていうので、うん、じゃあ行ってきますみたいな。10年間はどうです？結構濃密な10年間でした。そうっすね、はい、まあ、最初が自分 のピークだったんで。はあはあ、いや、だけど、両党とさ、引き分けてじゃん。そうっす。それってすごい。まあ、判定で負けましたよ。でも判定でしょ、はい、それってすごいと思う。両党今、UFC のチャンピオンになってます。皆さん、今日いかがでした？あー、でも面白かったです。足りないですね、時間が。全然早く最初の一つ二つでかなりも時間が進んだので、まだまだ全部は。だから新聞どうだったね。うまいですね。はい、で健吾さんも視点が違うし、で健吾がもう健吾の時間がだんだんなくなってくると思いながらですね、ちょっと途中でちょっとハラハラして、でもまあそのまま最後の10分呼んでくれたんでよかったですけども、でもうん、そうですね、また機会があれば続きでもやりたいなと思ってます。だいぶ前さんもイベントの人になってきたんで、いやー、これね、やっぱり昭和のプロレスから追いかけてた自分からしたら、もうそこの場所にいられるっていうのが夢のようでしたね。でやっぱり直接ご本人のね、お話を聞くと、なんかその言葉の中のニュアンスっていうものがすごい大事だなと思って、なんかみんなその時代を一生懸命戦ってはったんだなっていうのはすごく再確認いたしました。本当に素敵な時間ありがとうございました。有吉が村木とこの YouTube 面白いとか言ってた、なんか言った聞きました。やっぱり今の若い人ら、人気ある人らはすぐ伸びますね。いや、もうやってることはなんかもう やれドッキリだとかさ、なんかもう定番があるんだよね。はい、で人気のある YouTuber とコラボしてみたいな。あ、そうですね。東京もうちょっと涼しいですか？いや、東京の方が暑いんじゃない？暑いですか？もう涼しいね。昨日もこんな、昨日暑かったもんね。はい、
で毎日毎日あれでしょ、パーソナルトレーニングやってるでしょ。そうです、ね、今日もあの朝2人やってきました。あの酒飲む人もいるんですけど、ああ酒飲むんで酒飲んでていいですよ。その代わりに酒と一緒に炭水化物は取らないでください。ああ、なるほど。おかずとお酒だけで。ああ、なるほど。そうするとまたちょっとずつ減ってくるんです。あ、そう、はい、お酒飲んでも。はい。あ、本当。そもそも船木はそういう風なさ、なんていうの、ハイブリッドボイルとかって本書いてないよ。ああいうの誰から教えるの。自分で食事とか、はい、自分 でシャムロックとか、うん、あの辺とあの辺のやつが結構最初やってたんで。あ、シャムロックやった。 それはあの全部聞きました。あ、なるほど。あ、シャムロックね、シャムロック。なるほど。あいつだけちょっと体がちょっと違うんで。そう、確かに確かに。いろんなとこ行きます。大阪の端から端までタクシーで行っても1万円ぐらいでしょ、はい、ね、なんだかね、東京って大阪の5、6倍大きいもんね。夜中だったら15分で着くところ1時間かかりますからね。ああ、そうそうそう、確かに。これパンクラスの時、お前何あのウェイトシェイとかやってたの。パンクラス、それやってない、ね、あの自分が引退してからですね。ああ、引退して2000年以降からやりました。それまだあの無差別のベルトだけです。マッチメイクは楽になりました。ああ、ランキングを決めて、そうそうそう、でランキングの上のやつと戦わせて、でもそれでもやっぱりあの 強くてランキングが上がってきても試合は面白くない選手なんですよ。確かに確かに、そうだよね。だから必ずしもそれが、まあ、いい試合になるとは限らないですね。ああ、